あの方のためならば、いくらでも欺いてみせましょう。共同生活のルール。正直、これで本当にボスを倒せるとは思えません。陽動ということですね。事前にどれだけ情報を集められるかが肝となります。コードネームマナ娘、笑い嘆く時間にしましょう。